Be a business assistant.留学中にホストファミリーや現地の友達に本当にお世話になって、で彼らのおかげで留学生活がとても充実していたので、私自身もそのような存在になりたいと思ったからです。私が RA になろうと思った理由は、1年生の時に学部の先生から RA の存在を教えてもらって、自身が留学していた時に現地の人たちにたくさん助けていただいた経験があるので、自分もそういう恩返しじゃないですけど、言語面とか生活面で困ってる人たちを支えることができたらいいなって思って RA になりました。イベントの方の企画に力を入れてやっていました。前例がない中で、いかに企画また準備他の RA と一緒に考えながら進めていくというところが特に持っていたところだと思います。 RA 活動で行っていたイベントとしては、留学生を対象とした鍋パーティーで主催していました。留学生の中でも食べれない食材があるというものに関しては、その前食材を抜いた形での提供をするというところも考慮しながら、できるだけ一人でも多くの留学生に参加してもらえるようなイベントの開催を行っていました。主にしていたことが、留学生の日頃のお悩みのお助けです。手続き書面などが郵便に届くんですけれども、全く日本語の読めない学生だったり、あんまりまだそういう細かいところまではわからない学生にとっては、これが非常に悩みになっていたと思います。なので、こういうのを読んであげたりとか、どういうふうに手続きをしたらいいよというふうに教えてあげるということをしておりました。個人的に RA っていうのは、なかなかできない貴重な経験だと思います。他の大学の RA に比べて、留学生の数が圧倒的に日本人より多いので、常に英語を使ったり、で常に接する相手はほぼ外国人でっていう、なかなかできない経験を得ることができて、日本にいながら本当に海外に生活しているような毎日でした。そこでやっぱり得られるものっていうのは、グローバルなコミュニティであって、入寮して間もない頃からすぐ外国人の友達が増えて、今でもそのグローバルなコミュニティっていうのは続いていて、本当に RA になってよかったなと思っています。留学生のサポートを行う中で、留学生が帰国をする際にサポートしてくれてありがとうというような言葉を留学生からかけていただいた時にはですね、この活動に携わっててよかったなというふうに感じることを思いました。 RA になってよかったことは、まずは本当にたくさんいろんな国の友達ができました。自分がどっか旅行に行っても、もし現地で困ったことがあったら、多分誰かしら助けてくれるんじゃないかなっていうぐらい、いろんな国の出身の子と出会うことができました。本当にいろんなカルチャーを知ることができて、やっぱり自分が今まで生きてきた価値観とか、そういうのをいい意味で裏返してくれる子たちがたくさんいたので、そういう面ですごいなってよかったなっていうふうに思います。多国籍で、さまざまなバックグラウンドを持った留学生と、一緒に生活をするっていう風になると、自分の考え価値観、日本人としての当たり前が、通用しないっていうことが、物事の代償を問わずですね、必ず直面します。寮内には自分の持っている考え方価値観を創設して、一旦横に置いて考えてみるっていう、要するにいかにして相手の立場に近づいて物事を考えるか、そういったことを意識しながら関わっていくと、コミュニケーションが取りやすいですし、多様性って面白いなっていう風に感じて、もっと知りたいなっていう風に思えるようになりました。こういった多様性との関わり方が、今の仕事にどういう風に生きているのかっていうことなんですけど、1年目の時から私は営業としてですね、海外のお客さん担当させてもらってまして、英語で電話だったりメールオンライン打ち合わせっていうのをやってるんですけど、関わる中で仕事においても本当考え方価値観も多様です。その違いに直面していちいちうまくいかないなっていうのをストレス、感じるんではなくてですね、 RA 時代に身につけたその多様性との向き合い方っていうのを意識して、どうやってうまく仕事が進むのかなっていうのを考えて進めてます。自分の場合は RA 通して2年間で様々なカルチャーショックと出会いました。本当に日本にいながら海外で生活している感じなので、本当に日本では出会わないような経験、トラブル毎日
遭遇して、でそれに対して自分がどのように物事を捉えて、それが何かしらのトラブルであったらどのようにアプローチして課題解決していくかっていうので、そのトラブルのたびにまた違った知見や視線で多角的にそのトラブルを、まあ、自分なりに分析して課題解決していかないといけなかったので、そのように多角的な目線で課題解決するっていうのが習慣化されたので、そこは本当に社会人になっても役に立つんじゃないかなと思っています。また自分自身卒業して就職せずに海外の大学院に目指そうと思っています。そういった新たな選択肢が増えたっていうのは、レジデンス5で RA として生活していなかったらなかったなと思っています。留学生のサポートを切り口に RA は留学生と関わっていくことになると思うんですけど、ただ RA になるっていうのでは意味がなくてですね、どのように身を置くのか、明日あくまで留学生で、まあ、留学生のために RA が何を考えてどうやって行動できるかっていうのが一つのキーになるのかなっていうふうに思います。まあ、そしてその結果としてこういうことできるようになったとかっていう自己成長につながるのかなっていうふうに思うので、意欲的にチャレンジしてみてください。日本にいながらこんなにたくさんの国地域から来た学生と出会えるっていうのは RA の最大のメリットだと思っています。留学には行けないけれども国際交流をしてみたいと少しでも思う方はぜひチャレンジしてみてください。 RA っていうのは本当に一種の別の居場所になると思います。新しい学年になって始めたいなとか、まあ、すでに学内部活サークルで自分のコミュニティができていたとしても、本当にまたガラリと変わった環境でプラスやっぱ留学生と関われるっていうのが本当にいいところだなと思うので、一緒に留学生をサポートしましょう。レジデンスアシスタントになろう。